あっち、そっち。はい、カチカチ。どうも、吉本新喜劇の横地ピーマンです。よろしくお願いいたします。本日はですね、岩手県は、ちょっと北上市のちょっと外れの方にやってきておりまして、こちら、多聞院伊沢家という、ところに来ております。こちらは何かというと、多聞院、伊沢家は、ゆきたもんの家。あ、ゆきた、違います。いや、あんまり先輩の家ばらしたりしないですから、僕。あ、すいません、安泰寺熊谷です。あ、そうですね。どうも。今日のカメラマン、安泰寺熊谷さんです。よろしくお願いします。はい。こちら、多聞院伊沢家はですね、修験道って皆さんご存知ですかね。要は修行僧ですね。で、修行僧の人たち、人々の平和とか安寧を願う修行僧たちの、お家、伊沢家。っていうところになっていて、ここが平成2年に国の指定文化財に認定されたところなんですよ。あれ、誰ですか？あっち、そっち。ガチガチ、横地ピーマンです。いつものあの被り物は？ちょっと盗まれたというか、亡くなったというか、忘れました。忘れてんじゃないですか。そうそう。ということでですね、はい、ちょっと先に電車のスポット、どこに線路あるかちょっと分かんないですよね。これ線路あるの？ここあるんですよ。ちょっとじゃあついてきてもらっていいですか？行きます。見て、もうここに線路あるんですよ。もうちょい行きましょう。ここはね、何で有名かっていうと、春先になると、ここ今池とかが水張ってるんですけど、ここがコスの花でわーっと一気に綺麗になるんですよね。ここがまさにその伊沢家の屋敷になってたとこですね。で、ここもともとかやぶきの綺麗な屋根だったんですけど、多分まあ今屋根修復してトタンみたいな感じにはなってるんですけど、川が流れてるんですよ、ちっちゃい小川が。ここの小川にバヤリンオレンジのカンカンのジュースが、そのやっぱり山水が冷えてるから、その山水で冷やしたジュースを50円とかなんか100円とかそんぐらいの値段でこの座敷とかこの景色を眺めながら飲めるっていうのが、ここのポイントのすごくいいところなんですよ。横っちピーマン父フォトコレクション。これから電車が、今度はここ単線なので、さっきはこっちから来たんですけど、今度はこっちから来るんですよね。で、ここでちょっと待機したいんですけど、ここ2時44分を逃しちゃうと次6時台なんですよ。このワンチャンスを逃すわけにはいかないということで、はい、ちょっとこちらで電車が来るのを待機したいと思います。この日は落雪が原因で JR 北上線が大幅な遅延をしてしまったため、ちょっと駐車場で待機するために車の中に移動しました。そうしたところ電車が来たため、ちょっと画角が変わっております。申し訳ございません。おー、来た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 来ました来ました来ました来た。すごい近いでしょ。これがすごい、テンション上がりますね。ってなわけで、ここ四季折々いろんな景色がございますから、皆さんぜひ岩手で電車、まあこれちょっと汽車なんですけどね、ディーゼル車ではあるんですけれども、皆さんぜひ岩手の電車のフォトスポットはこちら多聞院伊沢家にぜひお越しください。以上、岩手県在住吉本新喜劇座員横っちピーマンでした。ありがとうございました。